まして、令和新選組代表山本太郎と申します。山本さんね、その大企業の穴埋めのために消費税が取られているって言ってはったね。で、社会保障にはほとんど消費税その一部しか使われてないって言ってたね。あんたの言うことが本当なんだったら、どうしてテレビ新聞がそのことをみんなに知らせないわけ？そう思われる方いらっしゃると思うんです。新聞は軽減税率の適用です。飴玉もらってんですよ。飴玉もらってる者たちがその裏側について詳しく皆さんにお知らせしますか？利害関係者ですよ。テレビの母体は新聞社、利害関係者ですね。それだけじゃない。企業がさらに儲けるということは広告枠を買い取ってくれる、その量も変わってくるわけですね。それを考えたときに、大人の約束としてそんな余計なことは言いません。テレビ新聞が言えること、言えないこと、当然出てきます。でもそれって国会議員バッジつけてもらうために消費税を上げて法人税下げるルール作った、それを求めた資本家たち、そして新聞テレビ、その利害関係があるのはわかるけど、そんなもんこの国に生きる多くの皆様には関係ない話ですよね。だとするなら、この国の真のオーナーである皆さん、この国のオーナーは総理大臣じゃない。あんなもん雇われ店長ですよ。前の店長クビになった、新しい店長もクビになりそう。この国の真のオーナーは、最高権力者は、日本という会社の株主はあなたなんですよ。あなたが求めなきゃそんなものは叶わない、あなたが変えようと思わなきゃ変わっていかない、そういうルールなんですよ。力